こんにちは、武雄です。はい。さあ、今日早速やっていきたいんですけども、ジャール君。はい。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい。今日もこのスイッチコートで、前回紹介しました、ボードの使い方、前回はテニスボールの使い方を紹介させてもらいました。今日もね、いくつかの、紹介をして、僕が見本を見せて、千春先生にやってもらって、ね、あまりやり慣れてない人はこんな感じなんですよという対比を見てもらってですね、ぜひ皆さんやってほしいと思っております。はい、はい、今日紹介するのは縄跳び、そしてリップコーン。リップコーン前回も言ってましたけど、リップコーンやっておりますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、早速いきましょう。はい、はいはい、じゃあ早速やっていきたいと思います。まずは縄跳びから。もうこれはもう皆さん普通に跳んでくれて結構ですので、ジャンプのする時の注意ポイントだけ確認でお伝えしておくとですね、つま先で必ずこうジャンプするようにしてください。こういうジャンプの仕方をしないように。はい、で、僕がよくやってるのは普通にジャンプするだけ。これを1分3セットから5セットやるとかね、片足でおこう分かりますね。またおおまあこういうちょっと飽きこないようにいろいろチェンジさせながらやるようにしてほしい。必ずつま先だけ、もうここだけです。音も立たないように膝を柔らかくジャンプする練習としてこれを使ってください。はい、この膝を柔らかくしながら長い時間伸びるように、まあ、そういうトレーニングになると、はい、まあ、そういう意識でやってください。もう縄跳びは普通です。はい、でここに置くのって小さい子用の縄跳びになってるんですよ。はい、はい、なので僕182センチあるんですけども、もうこれ、縄をギリギリまで伸ばして絵も外側持ってギリギリになってるんです。なのでレンタルコート、またオープンコートでですね、ここ利用される方で180センチ以上の人、はい、要注意です。はい、はい、まあでも使えるとは思うんで、180センチ以下の人であればもう十分かなと思います。はい、長すぎる場合は短くしてここちょっと出してもらって、はい、まあ、こういう中になってますので、ここでこの白いところをこっちに持ってきて長さを調節してください。はい、はい、で使うようにしてください。わかりました。よろしくお願いします。はい、はい、さあそれでは本日のメイングッズの紹介です。おー、リップコーン。おー、リップコーンです。なんか2人でリップコーン言ってますけど、はい、リップコーンね。はい、リップコーンです。はい、まあ、これを使った技を紹介したいと思います。はい、はい、まずはですね、前回のチャール君にもやってもらったテニスボールで、はい、投げてもらってキャッチやってもらいましたね。はい、難しかったです。難しかったですよね。はい、同じ動きをこのリップコーンでやるとまた感覚が違ってくるんですよ。ほう、で難易度的にはこっちの方がちょっと難しいかなと思います。はい、なぜならテニスボールだったらこう手のひらでよく掴むことができて、掴むことに簡単な、にできる、簡単に掴むことができると思うんですけど、これでもねちょっと筒状になってるし、投げた時にしっかり投げ方、しっかりまっすぐ上に投げる、この技術もちょっといるんですよ。はあ、でここに神経使うからさらにこっちがおろそかになっちゃうっていう。なるほど、まあ、やり慣れれば、まあ、もうテニスボールがもっと簡単にできますっていう人はこっちの方がおすすめです。はい、はい、でテニスボールがまだできない人はリップコーンをこうやって投げて回避する練習は避けてください。ほう、はい、これやり慣れてないとリップコーンもですね、よく床に落ちてですね、この部分とか割れるっていうことがあります。あ、なるほど。はい、なのでまずはテニスボールからやってみて、はい、それがもうほとんどできますっていうことになればですね、ネクストレベルとしてこれを使ってください。はい、はい、で前回と同じドリブルチェンジするときに投げてキャッチです。はい、僕も今ドリブルちょっとおしゃれになっちゃってますけども、はい、冬の朝はこんなもんです。はい、朝です。朝です。はい、こんなもんです。はい、でですね、はい、まあ、上手にやってるところも見れば見せるように頑張りますんで、はい、ちょっと温かい目で、はい、見てくださいね。はい、使い方の紹介だって。はい、はい、それでドリブルチェンジ
ードマシンで2つ、はい、ディフェンスがいるとイメージしながらですね、ここまで来たら、おお、はい、まあ、そういう感じ、はい、ちょっとスムーズにやるんで、はい、まずはフロントチェンジ、ドリブル、ここから、はい、おお、なるほど、まあ、こんな感じでしょうかね、はい、はい、フロントチェンジも慣れてくればどんどんレッグスルーとかチェンジを改善します。おお、あっ、おお、おお、朝なんでね、朝です。うわ、すごいな、おお、おっ、わ、これ難しそうですね。はい、まずは撮影してもらいたいんですけど、撮影してやってみましょうか。はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。OK ですかね。はい、ちょっと練習しましたね今ね。はい、チャラ君、リップコーンはちなみにやったことは初リップコーン、初リップコーン、オッケー、ちょっとじゃあ楽しみですね。はい、はい、お、うん、はい、まあこんな感じですよね。いや、難しい、はい、難しいです。お、お、おお、おお、いい、あ、じゃあ千原先生、はい、もう上手に、なんか使えますね。使えてます。うん、一応形はね、できてるんで、レックスルー行ってみようか。はい、はい、はい、イメージした今、イメージだけど。OK、 お願いします。長っ。OK、 OK、 OK、 OK、初めてなんで、何回か行きましょう。オッケーオッケー。もう一回ぐらい行ってもらおうかな。腰が引けるんですよ。ね。なんか飛んだ。なんか飛んだ。オッケー。難しいでしょ。難しいね。え、まあ、こうなるんで、ちょ、まあおまけとして、はい、バックチェンジ、マジっすか。うん、ちょっとやってみようこれね。はい、はい、お願いします。うん、あ、練習した今。はい、じゃあお願いします。いや、取れてない、取れてない。できたみたいな顔しないでください。もう一回いきましょう。はい、お、うんうん、うんうん、うん、うん、ありがとうございます。以上です。はい、千原先生、はい、今リップコーンを使ってやってもらいましたけども、はい、バックチェンジね、はい、特に難しいじゃないですか、リップコーンありだと。もう難しい、どこにボールが入ってるか分かんないですね。はい、で今ね、リップコーンをやってる千原君だけ見てもなんとなく分かりにくいかと思うので、千原先生がどのくらいバックチェンジ空手でできるのかって、まあ普通にできますもんね。あ、まあ普通にはですよね。ちょっとそれを見せてもらっていいですか。はい、はい、普段であれば、うん、そうですね、はい、このぐらい普通にできるということで、はい、このぐらいできる選手でもリップコーンを持つだけで一気にできなくなる、うん、ということです。はい、はい、リップコーンを一回投げて、使ってもらいましたけども、何回も言いますけども、できればテニスボールでまずは安定してできるようになるので、テニスボールをやってもらって、もう十分自信がついたらですね、このリップコーンを使ってやるようにしてください。はい、はい、でさっきの投げるパターンが1つ目のレジの方法です。はい、でもう一つはですね、このラッパー状になっている形をこう生かしてですね、
床でリップコーンを滑らせる、ドリフトしながら置いた状態から持って、はい、この白いブツブツになっているところがあって、ここをしっかりこうホールドして持って滑らせる、はい、まあ、カーリングみたいな感じですけど、そんな感じです、はい、で持ち替えて滑らせる、ね、ここに練習です、はい、これ何の練習になるかって言ったら、姿勢を低くするドライブの練習になります、まあ、みんなドライブはできると思うんですけど、このクオリティを上げていくには姿勢とかですねがすごく重要になってくるんですよね、はい、でみんなできると思うんです、ドライブの人がね、まあ、みんなですけど、はい、できるんですけど、よりドライブするときにこういう普通の高い立ったままの姿勢でいくよりは、こういう姿勢でドライブされる方が怖くないですか。そうです ね, ねこのままドライブするよりもこういう形でドライブする方が空気抵抗が少なく、はい、速い、ディフェンスも当たったらすぐファール引かれる、怖い、あ、いろんな利点があるので、はい、この練習にもなります。はい、置いて持ってドライブ、ドリブルチェンジ、ドライブ、ドリブルチェンジ、持ってレイアップ、はい、こういう形ですね。はい、はい、いきます。はい、低い。レイアップいうときも逆の手でリップコーンを持ちながらディフェンスをホールドして、はい、オフバウンドでしっかりホールドして上げる、はい、ここまで意識がまだない人はこのままもっと叩いてレイアップもいいです、はい、慣れてくれば両手上げたらホールドしながら、朝です。朝です。グッモーニング。グッモーニング。ということでですね、まあ、滑らせる、はい、ようにする一回チェンジですね、やってみましょう。はい、やってみます。お願いします。はい、おおおおおはいはいはい、浮いたら滑らせる。そうです、リップコーンは滑らせるので浮かないように姿勢低いのを保って、OK です。レイアップ決まったところは取ってません。おおお、あ、でもうまい。じゃあレッグスルーでお願いしていいですか。はい、おおえい、バックチェンジでお願いします。はい、OK です。ありがとうございます。さあ、どうした。いや、なんで謝る。失礼しました。なんか謝るっていう。もう申し訳なくて、本当に。誰に。すいません、なんかこう、すべてに。はい、ありがとうございました、千春くん。はい、これ、ね、途中で浮いたりしてましたけども、はい、まあ、基本的には滑らせるように、はい、はい、やっぱり姿勢がこの順で上がっちゃうと浮きますので、ね、はい、はい、こうなっちゃうとやっぱ重いんですよ。はい、なので、できるだけ滑らせたのを低い姿勢のまま滑らせる。はい、で、ね、何回かこうやってもらった中で、ここからマーカーのところまで行くのに、はい、何個かこう使ってやったり、はい、何個か使って移動するってなったら、ドライブするのに時間がかかっちゃうので、はい、イメージとしては、はい、このぐらいの距離であれば1個でドリブルチェンジ、はい、2本かぐらいでいいと、はい、ドリブルチェンジ、まあ、そのぐらいのイメージでやってください。はい、時間はかけない、はい、姿勢を低く、わ、ドリブルの数も何回か 1,2,3 続きからやったりとしてましたけども、はい、できれば1回ですね。おお、1回でここまで姿勢低いまま、はい、なるほど。今のでも全然違いが分かる。シャープですね。シャープ、はい、
それでさっき の投げるところの、はい、ポイントにちょっと戻りたいんですけども、はい、滑らせるのは今ので、はい、OK です。はい、滑らせるようにやってくださいというわけですね。はい、でさっきの投げるやつの復習になるんですけど、はい、ちょっとポイントを伝え忘れたのがですね、投げてキャッチする、はい、時にですね、難しい人は手渡しでもいいと思う。あーはーはー、これでもしっかり集中がその3番になってですね、はい、ドリブルチェンジの方にだけ集中しなくなるので、はい、こっちも集中してこっちも集中してできるようにやればいいと思います。はい、でフラットチェンジ、レッグスルー、バックチェンジでやってもらいましたけども、ローレターン、手を押したい、おバックに前に押したい、なるほど、でシュートまで、はい、ドリブルして、あ朝だね、朝シュートまでは結構スムーズで、はい、まあ、こんな感じですね。はい、手渡しでも全然十分練習になると思います。はい、集中力をちょっと様にさせるだけに集中させない、はい、ということがいいトレーニングになると思うので、はい、まあ、実際の試合にはもちろんこんなもん持っていませんけども、はい、ドリブルしながらこっち見たりこっち見たりするようにバスケットできないとか、はい、誰かがどっかでノーマークになってるとか、逆もありますよね。自分がノーマークになってる時にボールばっかり見てる人はパスしてくれない、はい、テンションが下がってくるじゃないですか。確かに自分がそうならないように、はい、ここで練習して上手くなってください。はい、次回ねまたなんかちょっと紹介したいと思います。何に取ろうかっていうのは、はい、決まってません。はい、はいはい、なのでまた千春先生と一緒にできればと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまた次回もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。